バッチモジョジャパンへようこそ。今日は出演者に深刻な精神的または肉体的傷を残したホラーシーンのよりすぐりをカウントダウンでご紹介します。ナンバー20、クマのスーツ、ミッドサマー。 Listen, you can't speak, you can't move, alright? Good. ホラー映画は定義上恐怖を与えるために作られています。俳優たちも撮影現場で起こりうる事態に備える必要があると思いますか？ジャック・レイナーは2019年にこのプロモーションでコライダーのインタビューに応じました。俳優はクマの毛皮の中でシーンを撮影するとき、撮影現場の雰囲気は暗く不穏だったと述べました。レイナーはこのクライマックスのフィナーレで恐怖を感じたことを認めました。そして映画制作の現実と俳優たちに与える感情的な影響についてファンがどう思っているか問いかけました。These are the candidates for the ninth and final offering. You patiently wait your verdict. Number 19, 屋根でスライド。ハロウィン4、ムギーマン復活。I want you to get down to the chimney, Jamie. I can't! I'll try, dammit! 有名映画のビデオエキストラは現場での事故の多くを明らかにします。エリー・コーネルは2013年にハロウィン4の制作過程を記録した特集でインタビューを受けました。このやや過小評価されている続編、コーネルが演じるレイチェル・カラーズはダニエル・ハリス演じる姉のジェイミー・ロイドと一緒に屋根から滑り降りるシーンがあります。このシーンのために作られた偽の屋根がどれほど滑りやすかったか知らなかったことを明らかにしました。俳優は結局構造物に誤って打ち込まれたものにより転倒、そして怪我をしました。怪我は縫われるほどのもの。 At the bottom of it, a little staple gun was sticking out, the stapleAnd when they slid her down the roof, that's when it caught her stomach and it cut it right open all the way down. Number 18, self 手術、プロメテウス。 Get it out! Come on! Please! 俳優のミラパスは2012年にワイヤード氏のインタビューで、この手術シーンでめちゃくちゃになったと語りました。この手術はリドリー・スコット監督の1979年のオリジナル作品エイリアンへの意図的なオマージュ。ラパスはこのシーンでできる限り CGI を使わないようにしました。決断は正しかったのです。演技の背後にはパニックと恐怖がはっきりと現れているから。博士の体内で成長するエイリアンを完全に孵化するのを阻止するのは時間との戦い。最終結果は致死率の高い寄生虫が多く登場。ナンバー17、ガラスの落下、ゴーストランドの惨劇。この映画の宣伝ポスターは、残念ながら主演のテイラー・ピクソンにトラウマを与えた実際の事故を模倣しています。あるシーンでこの若いカナダ人女優がガラスのドアを叩くように指示されました。ガラスが割れ、彼女は70針縫うほどのひどい切り傷を負いました。後に顔の損傷で制作会社を訴えました。インシデントプロダクションズ社は最終的に職場の安全違反を認め、4万ドルの罰金を支払いました。彼女にとってそれは一生消えない傷跡が残ったので、それはおそらく慰めにはならなかったでしょう。 Some guys been breaking into people's homes, murdering the parents and sparing the daughters. Who are they about your age? Number 16, クラリスとハンニバル、羊たちの沈黙。 Dr. Lecter, my name is Clarice Starling.役にふさわしい演技をするため、特定の出来事が必要なことも。アンソニー・ホプキンスは1991年の「羊たちの沈黙」でハンニバル・レクター博士を演じました。共演者のジョディ・フォスターは彼との共演後動揺していました。この不安と恐怖はスクリーンにも反映されています。クラリス・スターリングは博士に不安を感じています。トーマス・ハリスの小説を映画化するにあたって、まさに天が与えた、もしくは地獄の組み合わせ。 You still wake up sometimes, don't you? You wake up in the dark and hear the screaming of the lamb. Number 15, 教室でヘレディタリー継承。 Peter, what are you doing here?2018年の宣伝インタビューで、俳優アレックス・ウルフはアリ・アスター監督のこの撮影現場でどれほど恐怖が渦巻いていたかを明らかに。この映画は骨に染み入るとのこと。撮影がいかに肉体的にきつかったかを詳しく語りました。
授業中にパニックになり机で鼻を折るシーンを撮影することになった時、小道具にパッドを入れると言われました。しかしパッドが最小限であることに驚き、実際に血まみれに。膝に深い切り傷、足首の腫れ、そして腕の感覚も麻痺。ナンバー14、揺れるテント、ブレアウィッチプロジェクト。1999年のこの映画には即興のシーンが数多く、俳優たちが不意をつかれるシーンも多くありました。例えば森で迷子になった時の反応も本物、夜間のテント襲撃のシーンも本物でした。台本があまり練られていなかったのです。俳優全員がテントが揺れることやシーン中に子供の声が聞こえることを知っているわけではありませんでした。結果、観客がスクリーンで目にしたものは生々しく予測不可能なものに、そして恐ろしいものでした。ナンバー13、芝刈り機の攻撃、地獄のデビルトラック。スティーブン・キングのこの珍しい作品、今ではコメディとして見られることが多く、とはいえ芝刈り機のシーンはこの映画の若手俳優の一人ホルター・グラハムにとってはかなり怖いものに、 CGI が普及する前に撮影されたため、この機械は本物。遠隔操作されていましたが、撮影中に操作側が制御を失い本当に暴走。同様に本物だったのはこれに対するグラハムの恐怖の反応。映画の撮影監督アルマンド・ナンヌッチにとっても事態はさらに悪化。芝刈り機がカメラの支えになっていたブロックを切り刻み、木の破片が飛び散って彼は片目を失いました。 Who are you gonna call, huh? The North Carolina State Police? Now listen, I don't wanna play any goddamn games with you, Hendershot. I just wanna get the hell out of here. ナンバー12、背中の怪我、エクソシスト。 You see me hit and you see me reach for my back. I screamed in horrendous pain. この撮影現場では怪我やサプライズが多くありました。例えばジェイソン・ミラー、吐いたエンドウ豆のスープが顔にかかった時、演技をしていなかったのです。一方、エレン・バースティンとリンダ・ブレアは撮影中に背中を負傷。バースティンは撮影クルーがケーブルを持って床に強く引っ張ったため負傷。一方、ブレアはベッドハーネスが適切に固定されていなかったため負傷。そのため憑依シーンでの彼女の叫び声は非常にリアル。この結果、彼女は脊柱側腕症を発症しました。 Mother?What's wrong with me? ナンバー11、ペニー・ワイズとの出会い、イット。 Hi, Georgie. Aren't you gonna say hello? 1990年にスティーブン・キングのイットを映画化した作品。ティム・カリーの演じるペニー・ワイズに怯える子役たちは演技する必要はなかったと思います。この踊るピエロはイットがテレビで放映されてすぐ、ある世代の悪夢に登場。映画でジョージを演じた若手俳優トニー・ダコタにも恐怖がはっきりと見て取れました。2017年のファンエキスポでカリーはペニー・ワイズの歯がむき出しの悪意に満ちた顔で、ダコタが怯え、実際にその撮影中に役を崩したことをファンに明らかに。 When you're down here with me, you float down! ナンバー10、溺れそうになる、グリーン・インフェルノ。イーライ・ロスは2013年のこの映画で彼が敬愛するイタリアの人食い映画に敬意を表すことを決意。しかし実際の死をスクリーン上で描くところでした。具体的には、主演のロレンツァ・イッツォが食人族の捕虜から逃げようとして溺れそうになるシーン。彼らは女優が本当に危険にさらされた場合に備え、セーフワードを交わしていました。しかしロスは2015年にヤフーで命からがら岩にしがみついていた一丁の懇願が水の音で聞こえなかったと語っています。さらにクレイジーなのは、このシーンの最終カットに映像の一部が残っていること。 Be careful. Jungle's a dangerous place. ナンバー9、傘、スクリーム。 We are going to the land sometime。 映画業界では小道具に武器があることは誰もが知っていること。しかし小道具は必ずしも無害なわけではなく、スキート・ウルリッチとメリッサ・バレラは数十年の差ではあるものの、1996年版と2022年版のこの映画の撮影中にこのことを知ります。バレラはセットの一部であった本物のナイフで切りつけられそうに、一方ウルリッチは先端が引き込める傘で誤って刺されることに。
ネイブ・キャンベルがウルリッチの胸の安全ベストの保護されていない部分に傘を突き刺しました。俳優の反応も最終カットに残されました。ナンバー8、ドラキュラの攻撃、ドラキュリアン。女優のアシュリー・バンクは1987年のこの撮影中、叫び声を出す努力はありませんでした。このカルトクラシックにはグロテスクなギルマンや邪悪な狼男からドラキュラまで有名なモンスターが多数登場。彼女は子役としてこの映画に出演。ダンカン・レガーのドラキュラは恐ろしく、印象に残る準備は万端。この2つを組み合わせた結果、必要な叫び声は1回の撮影で実現されたと伝えられています。ナンバーセブン、コウモリシーン、シャイニング。What are you doing down here? スタンリー・キューブリック監督はこの撮影現場でのひどい振る舞いで評判。この映画はホラー映画のレジェンドにはなりましたが、代償を伴いました。特に主演のシェリー・デュバル監督は、彼女に有名なコウモリシーンを127回も撮影させました。これは完璧主義をはるかに超えた行為。彼女を狂気の淵に追いやるように仕向けたのです。これは成功し、彼女の目を大きく見開いた視線やかすれた叫び声でスクリーンに映し出されました。観客は好む子の混ざるに関わらず、虐待の目撃者となるシーン。You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains. ナンバー6、ノーモアシャワー、サイコ。 And the, over there. The bathroom. Yeah. 1984年発行のウーマンズワールドに掲載された主演女優ジャネット・リーのインタビュー。ホラー映画の有名なシーンの一つに関する興味深い洞察を提供しました。この映画の後にシャワーを浴びることを基本的にやめ、代わりにお風呂にこだわったと語っています。またサイコへの執着が行き過ぎたファンから不穏な注目を浴びたともされています。どうしてもシャワーを浴びなければならないときはシャワーカーテンを開けてドアに面するようにしていると強調。念のため。 I'll be in the office. Thank you, Mr. Bates. Norman Bates. ナンバー5、チェストバスター、エイリアン。What's the matter? The food ain't that bad, baby.ここで疑問が。俳優から本能的な反応が得られるようにするにはどうしたらいいのでしょうか。リドリー・スコットとこの映画の場合、次に何が起こるかは俳優に説明しません。ベロニカ・カートライトは共演者のジョン・ハートの胸からゼノモーフが現れた時、何かが起こることを知っていました。とはいえ、カートライトの怯えた叫び声は非常にリアル。目の前で起こっているワイルドな特殊効果に対する本能的な反応。一度この事実を知ると、シーンがさらに緊迫したものになりますね。And there's a master where all five of us are like, and we're not acting. ナンバー4、鳥の攻撃、鳥。Where are they heading? Somewhere inland. Santa Rosa? Maybe. アルフレッド・ヒッチコックもまた映し出すものについて、また目標を達成するためにどこまでもやるという具体的な考えを持っている有名で影響力のある監督の一人。ティッピ・ヘドレンが彼と仕事をするという夢は鳥の撮影現場で悪夢に。この1963年の名作、偽の鳥ではなく本物の鳥を使った屋根裏での襲撃シーンがありました。彼はヘドレンが実生活で鳥を恐れていることを知っていたにもかかわらず、画面外に立っていた撮影クルーから怯えた鳥を投げつけられ、1週間を過ごします。そのせいでたくさんの切り傷や打撲傷を負いました。この試練は消耗が激しく、医師は撮影後1週間の安静を命じました。 But on the other side, there is that dark side that was really awful. ナンバー3、プールの骸骨、ポルターガイスト。これはネイティブアメリカンの墓地に建てられた幽霊屋敷に関するもの。プールのシーンで本物の骸骨を使用したため、シリーズに呪いがかけられたのでしょうか。それは超自然現象をどれだけ信じているかにもよりますが、ただこのシーンでのジョベス・ウィリアムズの演技が恐ろしくリアルであることは否定できません。驚くべきことに、ウィリアムズは何年も経ってからプールの腐敗した遺体が本物の人の骸骨だったことを知りました。今振り返るとこのシーンは100倍も恐ろしく感じられます。
バー2、レザーフェイスのダンス、悪魔の生贄。この制作にまつわる裏話は今ではもはや伝説。暑さや匂い、ギャングの資金で制作されたこのホラー映画を完成させるためのストレスなど、すべてトビー・フーパー監督とスタッフにとって不利に働いているように思えます。映画のクライマックスではガンナー・ハンセン演じるレザーフェイスが地面に倒れひどい怪我を負います。チェーンソーが足を切りつけた時に切られないようハンセンは金属板をつけていました。しかしそれが熱くなりすぎてひどい火傷を負ってしまいます。感染版で聞こえるあの叫び声、あれはフェイクではありません。先へ進む前に必ずチャンネル登録、通知をオンにし、最新の動画についての通知を受け取ってください。時々または全ての動画の通知を受け取るオプションがあります。ナンバーワン、映画全体、鮮血の美学。 We might be、horny old pigs, but、we ain't stupid。 ウェス・クレイブン監督の1972年のホラー映画、名作を初めて見る人にとっては忍耐力の試練となるかも。フレッド・リンカーンのような業界の俳優をキャスティングするところまで本格的な大人向けのホラー映画の予定でした。しかし主演のデビッド・ヘスの演技のせいで共演者のサンドラ・ピーボディが影響を受けます。衝撃的な暴行シーンはあまりにも悲惨で、彼女の経験もあまりにもネガティブだったため、彼女は最終的にスクリーンを離れることに。そして指導や制作の裏舞台での役割を担うことになりました。I think it's crazy. What's crazy? All that blood and violence. I thought you were supposed to be the love generation. あなたはこれらの物語を知っていましたか？コメントで何があなたを驚かせたか教えてください。Well, Clarice, have the lamb stopped screaming? 今回の動画も楽しんでいただけましたか？バッチモジュジャパンの他の動画もぜひご覧ください。また必ずチャンネル登録、通知をオンにし、最新の動画に関する通知を受け取ってください。